ピア関西版ウェブをご覧の皆様、どうも、ウソとカメラでございます。僕がですね、ギター兼司会進行の渡辺宗介と、はい、ボーカルのチャムです。よろしくお願いします。我々ですね、9月の12日に、メジャー、1作目となります、フルアルバム、ウォトシアナ、王じゃございません、ウォでございます。ウォトシアナをリリースということでありがとうございます。ありがとうございます。どんなアルバムになったんですか、教えてちょうだいよ。このアルバムは新しい曲半分、昔からの曲半分で計12曲も収録されてます。されど記述しはサイを振るとか N 日もね、おなじみの曲も目白押しでございますと。再録です。新しくレコーディングをし直しまして、はい、はい、盛りだくさんの内容となってございます、はい、でそちらの発売に際しまして我々ツアーも回っております。で関西もねバリバリ回ってますので、CD ショップの方ではインストアイベントとかいろいろ面白い催し物を盛りだくさんでやってますので、はい、よろしければホームページなんかをご覧いただければこれ幸いというところでございます、はい、うん、どうですか、関西というか、大阪のなんかエピソードなんかあれば一つや二つ、一つ聞ければ。関西ね、はい、関西はみんなでツアーを昔ちっちゃい車で回ってた頃に、うん、お風呂とか泊まるとこも自分たちで探してたんですけど、そうです、お風呂から出た時に私が大阪の道路を歩いてたら串にたこ焼きが刺さったものを持って全速力で走ってるおじさんを見てちょっと怖かったです。いや、何があったんやろね。たこ焼きを串に刺してたのね。そう、串揚げじゃなかった。串揚げ、絶対串揚げじゃなかったの。絶対にたこ焼きでした。あ、そうなんです。それが売ってるお店ありましたら情報お待ちしてますんで。よろしくお願いします。そんなこんなで嘘とカメラでした。ぜひライブとかインスタイベントをお越しいただければと思いますので、はい、アルバムも買ってちょうだいよというところでございます。じゃあ嘘とカメラでした。どうもー。